それを合わせに行きましたよね。さあ奪った高崎、自分で行く田村が対応するが高崎シュート決まった。松本2対0追加点。前半28分、高崎選手自分で仕掛けてあそこ決めれる、素晴らしかったですね。ただ前半からずっと言ってますけど3回目ですね、これでボールを高い位置で奪われたんですね、また、はい、そうするとこれで奪われるともう決定的なピンチになりますね、ベルディは。ここからはもう高崎選手仕掛けるストライカーとして素晴らしい動きでしたね。2試合連続